次に山本太郎君委員長、はい、山本太郎君、はい、自由党共同代表山本太郎です、えー、社民との会派希望の会を代表しお聞きいたします、えー、西日本豪雨災害においての被害深刻です家屋の二階部分まで水に浸かった地域山間部では山が崩れ大量の土砂が流れ込み道路を寸断 家屋を押しつぶすなどたくさんの被害が出たばかりでなく現在も行方が分からないという方々もいらっしゃいますこんな時こそ国会を動かすのではなく行政の持てる力のすべてを災害対応に注ぐべきですが何が何でも爆地解禁法案カジノを自民党公明党は成立させる気で本日の委員会審議も 院長職権で立てられてしまった命より利権人々の生活より博打解禁被災地域よりアデルソンやトランプなどへの見継ぎも全くぶれない身勝手な政治姿勢この博打解禁法案の成立が秋の臨時国会に先延ばしになっても被災者は誰も困りませんしかし今災害対応を全力で行ってもらわなければ命を失う方が いるここととはももちろんのの生活再建の道筋も中途半端になり、長い目で見ても復興は大幅に遅れます。これは日本全体にとっても大きな打撃です。大災害が起こった際には、国会は一時休戦。行政が災害対応に最大限集中できるよう、負荷をかけない。これが本来の国会の役割ではないでしょうか。2011年3月11日 東日本大震災が起きた後国会はどう動いたのか改めて調べました3月といえば年度内に通さなければならない予算の審議や決算、他の委員会なども動き出す参議院にとって1年のうちで最も忙しい時期です当時の国会衆議院では与党・民主党が大多数を占めるものの参議院では過半数を割っているねじれ状態 その日参議院では菅直人首相出席の決算委員会審議中でしたが委員会は中断15日に予定していた予算案に関する予算委員会の中央公聴会も取りやめになりました3月11日8歳夕方には官邸で与野党協議が行われ菅直人首相は自民党の谷垣総裁をはじめとした野党の党首に 旧国,のために国を救うために、求国のために協力してほしいと要請、一方、当時、衆院解散や菅直人首相の退陣を求めて対決姿勢を強めていた野党・自民党はどう対応したか谷垣、谷垣総裁は菅直人首相に電話で、政府の対策に全面的に協力すると伝えたほか、脇正参院国対委員長は、 政府には地震対応を最大限やっていただく。我々はどんな日程調整にも応じる。小坂健次郎参院幹事長は、とにかく全面協力する。与党のやりたいようにやってくださいと伝えてあるとコメント。未曾有の大災害を受けて国会は急,せ急速に政治休戦。災害対策モードに。なお公明党山口夏男代表も与野党を超えて 全力を挙げて事態に当たるべきと災害対策に協力する方針を示しています3月16日には自民党の谷垣総裁の提案で政府と与野党が震災対策を話し合う各党政府震災対策行動会議も開催これゆくゆくは足並みも乱れていくことになるんですけれどもこの震災発生直後の時期はまさに党派を超えて一致団結した行動を取る動き 見られましたよね。そして震災後、3月11日から、初めてそれ以降、国会が開かれたのはいつだったか。震災発生から6日後、3月17日。震災があった後、開いてなかったんですよ。国会審議やってなかったんですよ。6日間。行政に全部力を集中させたんですよ、マンパワーを。 震災発生から6日後の3月17日、審議されたのは何だったか、被災自治体での4月の統一地方選を延期する臨時特例法案と、地震防災施設等の整備のための国庫補助率のかさ上げ措置を5年間延長する地震防災対策特措法改正案。これらは3月17日に 衆議院で審議され可決。翌18日には参議院でも可決成立。その後、22日になって、3月22日になって、ようやく衆参、各委員会が開いていき、国会審議が再開していくことになると。全勢力を災害対策に注ぐ。被災者のために、被災地のために、この国に生きる人々のために、この国のために、 3.11の際には、被災地に必要な、災害対応に必要な法案の審議以外は行われてませんでしたよ。安倍政権の大災害への対応、あまりにもおかしくないですか誰のためのことやってんだって、丸バレですよ。3.11の時どうしてあんなに一生懸命にみんなで力を合わせたんですか自民党の皆さん、公明党の皆さん。 災害対応第一だっつって協力したじゃないですか。何日も国会開かなか,開か,なかったじゃないですか。開いたとしても、被災地に関係のある審議しかしてないじゃないですか。火事の関係あるんですか、被災地に。災害対応と並行して、爆打解禁法案。いわゆる火事のですって現在この国で厳しい状況に置かれ、困り果てている被災者が、避難所の体育館から、 カジノ法案をなんとか成立させてくれとお願いしてますか仮設住宅からこの先脱出するときを考えたら、バカらで大儲けできるようにしたいんで、カジノ作ってくださいってお願いされましたか被災していない人々からもカジノ作ってくれなんてお願い。皆さん、どれぐらいの数受けてますかさっさと成立させろって言ってんの。利害関係者だけでしょ さっさと成立させろと言ってんの、そこからお金もらってる人たちだけでしょ、今日も利害関係者からお金もらってる人、ね、ここに呼ばれて詰められてましたけど、で、法にのっとって、ちゃんと処理してるというようなお話で終わらせようとしてるかもしれませんけれども、で、言ってましたよね、ここに呼ばれた西村さんはこうおっしゃってた、要はなんつってたっけな、ごめんなさいね、あ、そうや。 たとえそういう研究をもらったとしてもっていう前提で、立法過程に影響を与えないっつってるんですよ。立法過程に影響を与えないわけないやんって。立法事実なんだっつったら、関係者に対して便宜図るためのことを立法してんだろって、立法過程に影響を与えないわけないだろって話なんですよ。業界団体から金もらってるからとか、票もらってるからってことで、どれだけ政治歪められてんだよってことを思い出してみてくださいよ。 いつの時代からか、ずっと前からじゃないですか。どれだけ経団連によったような法律で、一般の国民の首絞め続けてるか考えてくださいよ。立法過程に影響を与えませんかそこからスタートして立法されてるじゃないですか。例えば派遣法どうですか、派遣法。中曽根時代に小さく穴を開けて、小泉竹中で思いっきり大きくして。 安倍政権でまた解約して、派遣労働者が一生派遣労働者のままになって、そういうことも許されることになったじゃないですか、それでおいしい思いしてるの誰だっつって、毎回ここで言ってるじゃないですか、竹中さんとかおいしい思いできそうですねとか、じゃあ、この間、無理やり通したあの法案、なんでしたっけ、高度プロフェッショナル制度、自由な働き方を多くの方々から求められているようなことを言い続けて、最終的に総理が口にしだしたのは何でしたっけ。 経済界から、企業側からの要請があったもののこと言ってませんでしたっけヒアリングほとんどしてませんでしたよねはっきりしてんですよ。立法家庭に影響を与えるってことが。というよりも、それ自体がもう立法事実なんだって話ですよ。誰も求めてないんだって。求めてる人たちのためにこれやってんでしょって。だから金もらってることばれてるんでしょって。で、3.11の時思い出してくださいよ。そんな。 法案審議したんかって、いつから変わったんですか、自民党、いつから変わったんですか、公明党、もともとそう手のひら返すために、その日までずっと温めてたんですか <laughs> ルル野党の皆さんからも、本当に今、この審議をしている場合じゃないということが散々言われて、何とか委員会開催をせずに、6時間張り付けるような国交大臣を。 まあ私も今、ここに立って喋ってるわけですから、国交大臣をねここに縛りつける理由の一つになってしまってますけれども、でもやるって言うんだからしょうがない、伝えなきゃ。さっさと成立させろっつってんの、利害関係者と、その利害関係者から金もらってる議員と、そして反それに対して反対したら、党から後援にもらえない議員でしょ、それ以外に今、被災地、その対応をしながら並行して、 この博打解禁法案を進めたい人なんて誰かいるんですか誰がどう考えてもおかしい。災害対応と賭博、博打の解禁法案、同時進行の国会なんてありえない。そんなことしなかった。過去の災害対応と180度違う振る舞い。これあまりにも愛のない政治じゃないですか人間の心、 そこにあるんですかないですよね、はっきり言って、取り戻せないんだったら、政治家なんてなるべきじゃないと思いますよ。だって、税金で食べさせてもらってんでしょ税金で食べさせてもらってる上に、政治まで私物化するかって、自分の既得権益に精一杯恩返しするための、そのために被災地対応と並行してやれって。 カジノなんてなくても人死なないですよ。カジノの審議よりももっと大切なこといっぱいあるじゃないかって話ですよね。自民党、公明党の皆さんが真っ先に言わなきゃなんないこと、総理に対して真っ先に言わなきゃいけないこと、総理は殿様じゃないってことを言わなきゃだめなんですよ。総理は王様じゃありませんよって言わなきゃだめなんですよ。国会の要請に従って審議に応じてますって話じゃないですよ。 官邸の命令でしょって総理がやりたいんでしょ、総理の後ろにいる人たち、ね、もちろん利害関係ある議員もいるだろうけれども、何よりも、お約束してる人たちがいるからカジノを持ってくるんでしょって、三権分立、そんな話じゃないじゃないですか、完全に官邸の下請けの仕事じゃないですか、どれを取ってもって、だから苦しんではるんでしょって、災害なのにカジノやってる場合じゃないっていう言葉は、 この委員会の委員の先生たち、与野党問わず深く、深く深く感じられてるんですよ。で、野党側から求められるたびに本当に委員長も含めてすごく苦しい思いをされてるっていうのをすごく感じんですよ、本当に。悔しいわ、ほんま。非常事態に災害、災害救助、災害復旧、火事の法案並行するなんてふざけんなって言ってやってくださいよ、総理に。勘違いするなと。 期間限定の公木の一人でしかないんですよ、私も含めて、皆さんも含めて、総理も含めて、身勝手すぎるだろうって、7月5日 12, 12時の時点、16万8713人に避難勧告、政府は通常運転、同日14時、気象庁記者会見、観測史上を乗り換えるほどの大雨と最大限の注意喚起を政府はする。 同日20時過ぎには政権のキーパーソンで豪雨被災地が選挙区であるこの国のトップと言われる者たちは総裁選参戦に向けて和気あいあいほのぼのとリラックスムードで酒をかっくらい後日そのことを咎められた自衛隊トップはその場所から指示を出していたと取り繕おうとしたが緊急事態の対応を酒飲みながらやっていたのかと大炎上、どつぼです。 この坂盛りが終わる22時頃には、大阪、兵庫、京都で、避難、勧告は約20万人に。今回の豪雨災害、これまでとは全くレベルの違うものと、えー、先日お伝えしました。少しおさらいをさせてください。7月10日、日本財団は、これまでの災害支援の経験より、今回は50万人のボランティアの、えー、ボランティアの出動、人々が必要になる。そう発表しました。 1>, 1年前に起こった九州の豪雨災害において、参加したボランティアの数約6万人、1年前の災害がボランティア数6万人、今回必要なのは50万人、今回は昨年の豪雨災害の8倍もの人員が必要になるほどの大災害、昨年の九州北部豪雨で災害救助法が適用されたのは5つの自治体、今回の西日本豪雨災害で災害救助法が適用されたのは98の自治体、5と98。 単純に見ても20倍近く、今回起こったの、水戸の大災害ですよ、資料1、消防庁消防庁の死亡者一覧、これね、たくさんの人たちが亡くなってるっていうのをご覧いただけると思うんですけども、これ、もっと本腰で、さっさと政府が本気で、来たる災害に警鐘を鳴らしていれば、この中の数人、今も生きていれた、そういう話にならないですか。 委員長この死亡者一覧、それぞれ日時が入ったもの、個人名とか、その細かい地域とかは必要ありません、一人一人、日時が死亡時刻、日時が入ったものを委員会として要求していただけませんか、えー、ただいまの件につきましては、午後、理事会において協議をいたします、はい山本太郎君。気象庁の最大限の注意喚起から3日後、7月8日午前。 すでに甚大な被害が出ている中で、7月豪雨非常災害対策本部の初会合の際に、先手先手で被災者の支援に当たってほしい、そう発言されましたが、その時点で完全に後手後手、政権の間抜けな対応、政権の間抜けな対応については、ここまでにします。この後は、初動の失敗を取り戻すしかない、実際に行政を動かすことができるのは、政権与党の皆さんでもあります。 行政にいる皆さんでもあります全力で被災地での救助と復旧をリードしていただくしかない、国交大臣あのこ、まあ、この災害の救助であったりとか、そして復旧ということに関して、全身全霊取り組んでいただけるとお約束していただけますか、いかがでしょう。石井国務大臣 今回の記録的な大雨により、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。今回の大雨によりまして、多くの箇所で浸水被害や土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、巡視船艇や航空機による救助活動にあたっております。 また大規模な浸水など被害が発生している地域に、テックフォースを延べ2608人、排水ポンプ車等を延べ1027台、全国から派遣をいたしまして、昼夜を問わず排水作業を実施すると、全力で災害応急対応に当たっております。さらに被災者の暮らしの安全安心を確保し、被災地の経済,復旧の経済活動の早急な回復を図るためには、インフラを迅速に復旧させる必要がございます。そのためテックフォースに 被災状況調査を実施させるなど被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう支援をしておりますえ国土交通省といたしましては1日も早い被災者の生活再建と被災地の復旧復興に全力で取り組んでまいりますはい、山本太郎君ありがとうございます、えー 現状という部分に対して、えー、結構熱く語っ,てきましたいや語っていただきました、で後半ではあのしっかりとやっていくというお答えをいただいたと思います。えー、先日の私の質疑の際に、えー、ボランティア、とにかく50万人必要であると、そこに対して人が集まりやすいように、いろんな障害を取り除いていただきたいということをお願いいたしました。でえー、大臣からもですね 直接の訴訟ではないけれども、委員のご指摘、非常に重要なことかと存じますので、閣僚懇談会を待ち,ます、えー、待ちますと、今度の金曜日になるから、それを待たずになるべく早く伝えるようにしたいと思いますと、おそらく、えー、高速道路の無料化であったりとか、ボランティアに入る方々の、えー、とんつな手続きを簡素化するということに関してお答えをいただいたと思うんですけれども、その後お話しいた石井国務大臣。あのまあ、前回も、えー 答弁申しし上げましたけれども委員のご指摘は非常に重要なことと考えておりまして、関係省庁と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。えー、ボランティアが迅速に被災地に到着し、活動できるよう、手続きの簡素化などにつきまして、今朝総務大臣や厚労大臣と話をしたところでございます。えー、いずれにいたしましても、あの重要なことと考えておりまして、関係省庁ともしっかりと連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。 はい、山本太郎君、えー、前回の質疑のお約束どおり、えー、お約束していただいたとおり、えー、今日お話をしていただいたということで、ありがとうございます。ぜひその高速道路の無料化であったりとか、えー、っていう部分に関して、えー、至急に、えー、話が進むようにですねお力をお借りしたいと思います、よろしくお願いします。えー、で厚労省なんですけども、d ヒート、えー、今回、岡山入りということなんですけどこの d ヒートとは何でしょうかはい吉永審議官。 お答え申し上げます。d ヒートとは災害時健康危機管理支援チームでございます。大規模災害が発生した際には、熱中症対策、栄養対策、食中毒など、衛生コントロールを行う保健所の機能が非常に重要になりますけれども、このマネジメント機能を支援するために、被災都道府県以外の都道府県等の医師、保健師、管理栄養士等、公衆衛生の関係の職種の職員が、 被災都道府県に応援派遣されるというものでございますえ本制度は本年3月に制度がされたものでございますあのご指摘のとおり今回の災害では本日から長崎県のチームが岡山県に派遣されることになってございますあの制度発足以降初めての派遣になりますが被災地の健康危機管理の支援に役立つことを期待しているところでございます はい、山本太郎君ありがとうございます、まあえー、と東京から向かったプロと現地のプロが、えー、合流をしたりとかしながらこの感染症の問題だったりいろんなことに警鐘を鳴らしたりとかっていう活動をやっていただけるということだと思うんですけれども、えー、今回のような例えば、えー、山間地で起こっているのは土砂災害、この土砂災害においてどのようなことが原因でどのような公衆衛生上の問題が懸念されるか教えていただいてよろしいでしょうか。吉永審議官 土砂災害におきまして、あの浸水した家屋等におきましては、あの土砂の中にお泥でありますとか、汚水でありますとか入ってございますので、その中に含まれております細菌やカビが繁殖しやすい環境が生じることになります。えそういう意味で、あの感染症の発生などの公衆衛生上の問題が懸念されるところでございます。えこのため、あの水が引いた後は、まずあの土砂の撤去などが重要でございますけれども、十分な清掃、乾燥した上で、必要な消毒を行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。あの厚生労働省といたたしししましたはこうした あの水害災害発生時の衛生対策をやあの消毒方法につきまして、自治体を通じて周知に努めているところでございまして、またあの自治体で実施いたしました消毒をの費用などにつきまして、国が補助することをしているところでございます。あの厚生労働省といたしまして、引き続き迅速な復旧に資するよう、公衆衛生省関連から支援をしていきたいというふ山本太郎君。ありがとうございます 水が侵入したとこそれを引いて乾いていった後には消毒をしてということをやらないと感染症広がっちゃうねというお話なのでプロが送り込んでいただいてってことをやっていただいていると思いますありがとうございます、えー、資料の3、日本環境感染学会も水害で流入した泥水は下水や家畜の糞尿普段は地中深くにいる細菌を含んでいる。 感染症に注意をしてほしいと呼びかけています新聞記事を、えー、引用しましたけれどもえ今回の災害では多くのダムから水が溢れる 河川が氾濫、山が崩落などで、家屋がえ、家屋に水が入ってくるいや、浸水してくる、土砂が家屋の中まで入ってくる、家屋を押し流すなどの被害が相当数あると思います。消防庁、今回の災害に関しての住宅被害、全壊・半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、それぞれ何件ありますか、数だけで結構です。よろしくお願いします。杉本国民保護防災部長。 お答え申し上げます、えー。今回の豪雨によります重火被害につきましては、えー、昨日の13時45分時点における府県からの報告によりますと、全壊が87棟、半壊48棟、一部損壊424棟、床上浸水7938棟、床下浸水1万3895棟となっております、はい。山本太郎君、ありがとうございます。 この数っていうのは増える可能性はあるんですか、教えてください、はい、杉本防災部長現在、被災自治体におきまして、被害状況の調査をしているところでございますので、今後、調査が進むにつれて、増加する可能性があるというふうに考えております。 はい、山本太郎君、はい、まだ全体は分かりません、この後増えていく可能性の方が高いだろうと、えー、土砂が家屋に流れ込めば、たとえ床下であろうと、その泥を早くかき出さなければ、えー、柱、それだけじゃなく壁、これ、腐る可能性がある。 カビによるるる感染症がが発生する可能性があるこの気温が高い状況であればそうなる可能性当然高まり感染症伝染病ひょっとしたら蔓延することも考えとかなきゃならない地元の医師や感染症対策の専門家と d ヒートが努力をしてくださったとしてもいろいろ教えてくださったとしてもそのもともとの原因となる泥をかき出したりとか 原因となる部分を乾かしたりとか消毒することができなければ被害は抑えられません。えー、先日お伝えさせていただきました災害 NPO にえ入っていろいろ支援している友人がおりますと、えー、今までの豪雨災害と比べても比較にならないくらいひどいと彼が言っています。えー、水害は2週間が勝負だと今からでも間に合う。 だから助けてくださいってことを提案させてください。ここからはどうか選定、選定でお願いしたいと思います。えー、家屋に流れ込んできた大量の土砂、2階部分にまで届くほどの土砂で埋もれる家もあるそうです。外から玄関のドアまで、土砂による厚い壁になっていることも多々あるという、資料の4、それの1枚目です。えー、1年目あ、1年前ですね、北九州の豪雨、そこに、えー 災害支援で、えー、入った時の写真です彼が、えー、上段左の写真民家に押し寄せた土砂、えー、誰に突きを求,れ求めればいいんだろうという状態ですよね、えー、個人宅 個人宅は結局民有地扱いですから自衛隊や役所は積極的には泥かきができない家のものだけの手作業でやれるレベルではないですよね資料左上に、えー、見ていただくと民家の周りを埋め尽くす土砂をショベルカーでかき出していき、えー、最後に周りの土砂が取り除かれ電気がついて生活ができるようになっていくっていうのが1枚でご覧いただけると思うんですねで左側下段の女性 このお家の方らしいんですけれども、最初はもう完全に諦めて途方に暮れていたと。しかし、このボランティアの集団がですね、大丈夫ですよっていろいろ説明して、あのや、やっていきましょうっていうことを、えー、言いながら作業に取り掛かっていったと。えー、めくっていただいて資料の4-2、復旧の様子2って書かれたものですね。写真の1枚目、小型のショベルカーなどを使わなければ到底追いつかない。これ小型っていうところが大事なんですよね。えー、災害 NPO が自前の小型重機、 NPO 自前の小型重機ですって、これを現地に持ち込む、そしてお手伝いをしている様子、家の周りをこんなに土砂が埋め尽くしており、これ、2台のショベルカーで作業したと、この量の土砂、人力だけでは何ともならない、小型ショベルカーがなければ、カビの発生に間に合わなかったかもしれない、もう1枚おめくりいただいて、資料の4の3、家屋の中に流れ込んだ土砂をかき出す様子、そのような作業もボランティアがやるしかない状態、そういうことがほとんどだと。 じゃあどうすれば生活再建急げるんですかって話なんですけど友達に聞くと各自治体や集落ごとに小型の重機これ数台稼働できるような状態にしてあげれば随分機能するっていうんですね、えー、小型重機を大量にリースしてくれるっていうコネだったりとか重機をオペレーションできるマンパワーなかったら難しいよねって話をしたら中山間地域ですね土砂の影響を受けたようなところは結構農家が多いんだと。 で、シーズンオフには、土建業を手伝ったりする人も結構いて、それぞれの地域に一人や二人、アルバイトで土建土建屋さん手伝ってるとかっていう人が、ちっちゃい集落にも必ず、えー、いらっしゃるんだと。つまり、小型重機を扱える人が、小さな集落に必ずいると。数々の災害現場を渡り歩いた実感を教えてくれました。小型の、全国の小型重機をリースできるような業者、 このデータの集積、国にあれば災害時にスムーズに再配できることにつながるんじゃないかなと思うんですけれども現在の災害の復旧に入った際にもこれから起こりうる災害のためにもぜひそのようなデータベースを作ってで復旧を一刻も早く進めるようなこの小型の重機を、えー、いろんな、えー、集落に配備できるようなもともとのデータベースここからだったらこれぐらい調達できるとかっていうようなデータベースっていうものをですね 作っていけるようなお話を、関係閣僚と大臣、お話ししていただけませんかって、またお願いかよと思わないでくださいね、ぜひお話ししてもらえませんか、関係閣僚とお願いします石井国務大臣、十建設機会ですよね、たぶん私どもは私の関係閣僚といいますかあの、私の所管かと思いますので、あのちょっと省内で検討してお山本太郎君。ありががととうございいますす素晴らしいですね所管でね所ピタッと話が 前に進むっていうことがあれば最高です。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に、えっ、ー、と、この私の友達が支援に入っているのは昨年豪雨があってから1年近くずっとフォローし続けて、やっと次の災害地域に移っていくっていうようなやり方をやっているような、えー、本当にしばらく定住しながらずっとそこの復興を手伝っていくっていうことをやっているんですけれども、必ずこれは必要だと、これがあればスピードアップできるという話をしてました。ぜひよろしくお願いします。えー 今回の西日本豪雨において、とにかく家屋の中など、民有地に流れ込んだ大量の土砂を排除するのに国からの補助金、えー、交付金があれば、その種類、概要を教えてくださいというお願いなんですが、あと、すいません、6分ぐらいしかないので、ショートバージョンで言えなければ、私が呼んでいこうかなと思うんですが、いかがでしょうか、すいません、内閣府とこれ、国交省のお願いなんですけれども、大丈夫ですか、ありがとうございます。米田は審議官。えー 内閣府の所管で申し上げますと、えー、補助金や交付金ということではございませんけれども、災害救助法の枠組みの下で、まあ、県が事業主体になりまして、えー、半壊または床下浸水した住居で、えー、土砂等を取り除くと、まあ、一時的に居住できない状態であって、自力で障害物の授業できないものに対しまして、取り除くということができることとなってございます。広瀬技術審議官。 国土交通省といたしましては堆積土砂排除事業によりまして、えー、宅地所有者などが集積場に搬出した土砂を市町村が処分場まで運搬して処理処分する費用の二分の一を補助してございますまたあの宅地に堆積した土砂につきましても二次災害が懸念されるなど土砂の放置が公益上重大な支障となる場合に 市町村が宅地から直接排除する際には、同事業の対象とすることもできるようにしております。以上 はい、山本太郎君。ありがとうございます。両方ともこれ、非常に素晴らしい事業でして、これをフル活用しなきゃいけないんですけど、周知されてないというのが一番の、えー、残念な点なんですね。で、一つなんですけれども、恐らく国交省の方がですね、先ほど、えー、まあ基本的にはボランティアが一般の宅地をやるんだよっていうような考え、整理だとは思うがっていうところでもう一つ言われたのが、土砂の放置が広域上重大な使用となる場合は、市町村が宅地から直接排除する際には、同事業の対象とすると。 まあそこに関しては国からお金出るよというご説明をいただいたと思うんですけどここに関して、例えばですけれども、二次災害がけ、違う、えっと、個人宅の床下などのドラをかき出す作業、これが遅れてしまえば、カビの発生など、広域上重大な支障となるというふうふに判断して、お手伝いいただくというか、国からの補助を受けるということを、なんかお願いすることできるんですかね、いかがでしょう、可能性として短くお願いします。広瀬技術審議官 ご指摘の公衆衛生上の障害についても、一応、公益上の支障になるというふうに解釈して、支援できるようにしてございます、はい、山本太郎君。 ありがとうございますできるというお答えだったと思うんですけどここをそこ,もそこまで含めた上でしっかりと周知していただきたいんですねでかなりのお宅が今回、おそらく、えー、床下だったりいろんなところに土砂が入ってきてもう困り果ててるっていうところにボランティアの数がたから、えー、足らなければこれ本当に日もサもいかないというかもう生きていくのも辛いっていう状況に陥る可能性があるのでできればですね大臣これあの昨年の豪雨の時には東峰村 ね、名前聞いたこと、当然皆さんあると思いますけれども、えー、甚大な被害を受けたところですけれども、ここの村では、えっと、この先ほどご紹介していただいた2つの事業、ほとんど使われていなかったって話なんですね。ということは周知徹底されてなかったってことなんですよ、そうなんです、だから、被災地限定で政府広報で、ドをかき出すのに国のお金が出るんだ、人を雇えるんだ、重機が使えるんだってことを、ですね地域限定のコマーシャルでも結構なので、流せないかってことを、関係閣僚とご相談いただけないですか。 このための災害にあたりましては、あのただいまあのご説明申し上げました堆積土砂排除事業の活用を促進するため、えー、国土交通省では7月の9日の時点で、この制度の概要や活用にあたっての留意点について、都道府県を通じて各市町村にすで、えー、に周知をさせていただいたところでございます、まあ、引き続き、被災地を公共団体と機密に連携しながら、まあ、被災地の復旧に向けて最大限の支援をしてまいりたいと考えております。 はい、山本太郎君ありがとうございますもちろんすでにもうあの通達はしてあるよってお話だったと思うんですけど、これ、知られてないから使えなかったっていうのが前の災害であったって話なんですね、ぜひ政府広報などでインフォメーションできないかということをです、ね、ぜひお願いしたいんですけど、いかがでしょうか、そういうお話をしていただくってことは、いかがでしょう。石井国務大臣あ、まあ、あの政府広報っていうのは、一般の方に対する広報でありますから、これはもう当該被災の市町村に直接です、ね、しっかりとあの重ねて周知をしていきたいと思っております。 はい、山本太郎君ありがとうございますおそらく、えーと、こんな被災を受けて、いっぱいいっぱいで一生懸命に頑張っていらっしゃる職員の皆さんではなかなか手が回らないので、どちらかというと、被災者の方々に直接伝わるようなです、ね、インフォメーションを考えていただけたらと思うんです、でもう一つお願いしたいのはです、ねえー、ごめんなさい、もう時間がないので私が読みますが、プッシュ型支援をしてくださっていると、要は、えー、間に合わなかったらいけないので、こっち側でニーズを考えて、どんどん送っていくねという支援をしてくださっている、これ、非常に好評。 だとといいうことを聞いてますそこに関してですねもう1つプッシュ型支援を増やしていただけないですかというお話です、えー、避難所、体育館に詰め込むということでかなりの数の方々が、えー、もう疲弊されちゃうその状況の中で,で、えー、関連死ということで命を落とされている方っていうのもいらっしゃる、ここに関してどうか、えー、もうすでにすで、えー、にシステムとしてはあるんですよ。ででも例えば被災権が、えー、自分たちで どっかホテルとか旅館とかに対して空きがないかこれぐらいの人数だっていうマッチングをわざわざその宿泊者団体で宿泊宿泊をやってるような団体とやり取りをしなきゃなんないこれを国が一元化できないですかって今これぐらいだったら行けるよどれぐらい必要だ避難所これぐらいで人がこれぐらいいるんだったらこの地域に分散できるぞっていうような情報を国から 与えるような多分いけると思うんですよ、例えば、鳥箱だったりとか、じゃらんみたいなサイトがあるぐらいですから、情報集約しするっていうのは、もともと、そのオンタイムで見ていけるっていうようなことをやりながら、情報提供していきながら、マッチングしてあげるっていうようなことを、ぜひ考えていただきたいんですね、あのいかがでしょうか、政務官その後できれば、国交大臣とも力を合わせてっていうことを、国大臣にもあのお願いいしたいです、えー、時間が過ぎておりますので、えー、答弁書は簡潔にお願いいたします。 えー、事前にもです、ねえー、市町村への取り組み指針などで,です、ねえー、旅館や、えーえー、ホテル、企業などの,あの協定を結んでいくようにということも盛り込んでおるわけですけれども、事後においてもです、ね、内閣府としてあの避難者の方があの適切な支援を受けられるようにです、ねえー、市町村に必要な避難の場所を確保できるように促していきたいというふうに考えております、はいえー、時間が過ぎておりますので。も じゃあ,あの大臣、お願いします。はいあの 今般の豪雨災害に際しまして、被災者の居住環境を確保するため、自治体から被災者の避難場所として、旅館ホテルの提供要請があった場合には、可能な限り協議いただけるよう、もうすでに宿泊関係4団体に対して、国土交通省として依頼をしているところでございます。このような中で、岡山県と地元宿泊関係団体との間で、被災者への旅館ホテルの提供について調整が行われていると聞いております。こうしたののの結果昨日時点で41の旅館ホテルにおいて合計800人の 受け入れが可能となっておりまして、す、え、で、ー、にお年寄りや幼いお子さんのいる家族、体の不自由な方を中心に、二十数人の被災者が旅館ホテルに入所していると承知をしておりますはい <laughs>、えー、この際、お別れりいたします。委員外議員議恵子さんから 特定複合観光施設区域整備方法についての質疑のため発言を求められておりますのでこれを許可することにご異議ございませんかご異議ないと認め,認めますそれでは糸和さんに発言を許しますはい糸和恵子さん沖縄の風糸和恵子です、えー、この度委員会の私に貴重な時間を割いて質問の時間を与えていただきましたこと 委員長はじめ、与野党の皆様に心からお礼を申し上げます。質問に入ります前に、この西日本豪雨で亡くなられた方に、心からのご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災に遭われた方、心からお見舞いを申し上げます。さて、沖縄は本土復帰前の1970年前後、一国二制度のもとに、 カジノを誘致しようという動きがありましたが、子どもたちの学ぶ環境に悪影響が出るのではないかと、県民、特に教職員の反対が強く、実現いたしませんでした。ところが30年たった2001年に、カジノの誘致が再び浮上してまいりました。当時、県議会議員だった私は、観光議員連盟に所属をしておりましたので、大きな議論となりました。そこでまず カジノを見ようということになり、アメリカのラスベガス、韓国、マカオ、シンガポール、モナコ、オーストラリアなど、世界中のカジノの実態を見てまいりました。その立場から、カジノはどうしても反対しなければならないという結論に達しました。そのことで、本日はこの強い思いで、この場に立たせていただきました。ままず石井大臣にお伺いいたします これまで多くの委員の皆様から、さまざまな懸念や反対意見が述べられてまいりましたが、報道各社の世論調査でも、国民の多くが反対をと答えていますえ。なぜギャンブルで金儲けをする道を選ぶのか、国民の反対をどう大臣は受け止めていらっしゃるのでしょうか石井国務大臣。 <laughs> IR につきましては、えー、カジノに関しまして、さまざまな弊害を心配する声があることは承知をしております。えー、この要因としましては、えー、国民の皆様の声に対応して、えー、依存防止対策、犯罪、治安維持対策、青少年の健全育,育成対策を重層的かつ多段階的に講じたクリーンなカジノであることや、 日本型 IR の実現が観光や地域振興、雇用質など日本の成長戦略に資する大きな効果を生むものであることについてまさにこれから IR の整備が行われることから現時点において実感を持ってイメージをしていただきにくいこと等が考えられます。 政府といたしましては、まあ、i r 整備法案の策定にあたり、その制度の大枠について、パブリックコメントや説明会を実施し、国民の意見を伺う機会を設けてきたところでありますが、まあ、今後、単なるカジノ施設ではない日本型 IR のイメージを具体的に共有させていただくための全国キャラバンを実施をしてまいります。まあ、引き続き続国民の皆様にににに丁寧に説明をを行うとともに依存防止対策ななどに万全を期しながら 世界中から観光客を集める大事な方観光を推進してまいりたいと考えておりますは伊、い、藤和恵子さんはい、政府はカジノ誘致を地域振興策と位置づけていますがむしろ逆に弊害に苦しんでいるのが私が調査した実態であります実は数年前韓国の観音ランドを視察いたしました韓国には当時17のカジノがあり自国民が入場できるのは 観音ランドだけでありましたえここはもともと炭鉱の町として栄えておりましたが、閉山により火事の誘致いたしました。えなぜ火事の誘致したのか、それは地域経済の立て直し策として、政府が核廃棄物処理場、産廃処理場、こういうことを提案されましたが、それは住民に拒否され,され,拒否されましてえ、最後に提案されたのが、 カジノだったわけですこれを受け入れて、ところがその後、衰退する町に、この究極の選択をさせたわけですが、当初、地域住民を優先的に雇用するというその条件でありました。全従業員4000 400人,人のうち、半数の2000人が地元から雇用されました。しかし、私どもが視察した当時、地元住民からは公開と、 楽年落胆の声ばかかりが聞かれましたそれは、全国からやってくる客の中に、カジノで全財産をなくした自殺者が、この観音ンンランドの施設だけでも、毎年5人から10人に上るということでありました。また、負けを取り戻そうと、乗ってきた車まで質に入れた挙句、不老者になる人が2、3000人も出ているということで、カジノで作った借金のために、 一家離散するケースや、子供を学校に通わせるのに、不老者がたむろしている、その状況を危険に感じ、他の町へ引っ越す親子、地元に残ったのは、行き場のないお年寄りだけでありました。政府は火事の地域振興策と位置づけていますが、ギャンブルは、廃車からお金を巻き上げるシステムであり、振興策としては、極めて不健全であり、成長産業とは、 言えなないいいいのではないかとううふうに思います実際、今、アメリカの議会の調査ですが、カジノ導入による社会的負荷は、カジノの収益の4倍から6倍に上がるとされ、韓国でも同じ結果が出ていると言っております。日本の国会も導入前に、このような海外の実態を見ておくことが必要であると思います。大臣、なぜこれが成長産業となるのでしょうか。 ご見解をお聞かせください石井国務大臣日本型の IR は、カジノ施設のみならず、さまざまな遊客施設が一体となった総合的なリゾート施設であり、観光や地域振興、雇用創出等の効果が非常に大きいと期待をされております。 我が国の日本型 IR におきましては、日本各地に存在をしております豊かな自然、固有の歴史、文化、伝統、食などの魅力を生かしつつ、これらをさらに磨き上げ、IR 施設全体としてこれまでにないスケールとクオリティで魅力を発信することで、まあ、今、委員からご紹介いただいた韓国など、他国にはの IR にはない独自性と高い国際競争力を有し、 幅広く世界中の観光客を引き付けることを目指しております日本型 IR の整備によりまして新たな需要を生み出しまして地域経済にも大きい,大いに貢献するものと考えておりますさらに IR 区域への来訪客に 日本各地の魅力を発信をし、かつチケット手配などを通じて、全国各地に送り出す送客機能を持たせることによりまして、IR が世界と日本の各地とつなぐ交流のハブとなり、日本経済の日本全体の経済成長につながると考えております、はい糸かずけいさん。依存症対策について伺います。依存症対策をしなければならないことこそが問題であり。 最も効果的な依存症対策はギャンブル施設を作らないことだと断言いたします韓国ではギャンブル産業は16.5兆円と言われますがギャンブル依存症対策には78兆円が試算されていますこれがなぜ経済効果と言えるのでしょうか石井国交大臣に伺いますえ簡潔にお答えください中川次長お答え申し上げます IR に関して、えー、この新たな依存が生まれるのではないかというご懸念があることは重々承知しておりますし、またそれゆえにです、ね、この IR 推進法案の党委員会でのご審議の中でも、さまざまな議論がなされ、そしてこの付帯決議の中でも、この依存対策の重要性が強調され、 さらには、確か私の記憶では、この党参議院内閣委員会におきまして、この IR 推進法案そのものが修正されまして、このカジノ施設の利用に伴う、このギャンブル依存症等の悪影響の防止がですね、IR 推進法の中に明確に規定されたと,という経緯をたどっていたというふうに考えてございます。 今、韓国の,このご指摘がございましたけれども、韓国の当局が出しているそのコスト要因の計算についても承知をしておりますけれども、この,そのコストの見通しの積算などですね、この個々の論点を見ますと、 この通常では、この使われない手法が用いられてたりとかですね。この、その、そこに掲載されている数字そのものについては、どこまでこの正確に、かつ韓国の国民にこの正しくこの伝えられているのかということなどをですね、きちんと検証しなければいけないものだろうと思っております。また、この日本で ir を整備することに伴うそのリスク、あるいはそのコストのこの把握につきましては。 この党委員会を含め、これまでも再々このご答弁申し上げておりますとおり、この現時点で日本のどこに、どういう大きさのこの IR が、どういう事業内容の IR ができないか、できるのか、それがこの確定していない段階では、この国民に責任を持ってお示しするような資産を提供することが困難であると,ということにつきましては、このご理解を賜りたいと思います。 はい、糸数慶子さん今、ルールをおっしゃいましたけれども、私、あの韓国の観音ランドに4回行きました、依存症の根深さを具体的にご紹介いたします。え1日8000人から1万人が訪れる観音ランドは、同じ施設内にえ、韓国賭博中毒センターが設置されております。家事の入場者は、1か月15日以内という入場制限がありますが、これを超えた人は中毒センターで相談を受けなければなりません。 賭博依存率は西洋人の2、3%に対し、韓国人は80 8%と高いのが特徴ということでした。アルコールや薬物中毒患者と違って、外見からは分かりにくく自覚がないため、財産をすっかり使い果たした挙句に自殺してしまう人が多いということでした。大臣、負の効果を真剣に受け止め、立ち止まる勇気を持っていただきたいということを切に望みます。えー、次に、えー 通告をしておりましたけれども、えー、時間がなくなってまいりましたので、一つへ飛ばして、えー、5番目に参りたいと思います、えー。ギャンブル依存症と向き合う医療従事者、それから支援団体だけではなく、日弁連、司法書士連合会、児童養護施設協議会などが、火事の解禁に反対の声明や意見書を出しています。また、火事の誘致の候補地とされている地方議会や、学会などからも意見書が多く出ています。 この声を大臣は踏みにじってまでも、多くの問題をはらんだギャンブルが必要だと考えていらっしゃるのでしょうか中川次長。大臣です。大臣聞いてますちょっと指名しましたので、えー、それでは、えー中あえーと、石井国務大臣、はいどうぞ。 IR につきましては確かにカジノに関しましてさまざまな弊害を心配する声があることは承知をしてございます。えー、カジノの設置につきましては例えば依存防止対策犯罪、犯罪治安維持対策、青春年の健全育成対策として厳格な入場規制や広告勧誘規制など重層的かつ多段階的な措置を講じているところで あり政府としては ir 整備法案の策定にあたりその制度の枠についてパブリックコメントや説明会を実施し国民の意見を丁寧に伺う機会を設けたところであります現段階におきましてはこのように国民の皆様の声に対応して依存防止対策犯罪治安維持対策 青少年の健全育成対策を重足的かつ多段,的多段階的に講じたクリーンなカジノであることや、日本型 IR の実現が観光や地域振興、雇用創出など日本の成長戦略に資する大きな効果を生み出すものであることについて、まさにこれから IR の整備が行われることから、実感を持ってイメージをしにくいと考えられます。今後単ななるカジジノ施設ではない日本型 IR のイメージを まあ具体的に共有させてていいたただくための全国キャラバンを実施をしてまいりまりす、まあ、引き続き国民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、依存防止対策などに万全を期しながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります、はい、糸数敬子さん。私あの、カジノを含む IR による外国人観光客の誘致を、えー、政府は見込んでいるようですが、衆議院で参考人でありました、新、え、里、ー、弁護士が、 想定されるカジノ客の7 8割はえ日本人だとというこをを報告ししておりましたえオーストラリアも見てまいりましたけれども、外国人の観光客を見込んだけれども、成り立たず、結果的には自国民に解放しているということでありました。まあ、政府に対しましては、このカジノの利用客、外国人と日本人の割合をえ具体的に試算をしていただきたいと思います。さて、時間がなくなりましたので、もう質問、これで終わりにいたしますけれども。 えー、パドックという言葉をご存知でしょうか、競馬用語のことではありません、マカオではカジノの周辺で、10代と見られる若い女性が大勢たむろし、露出度の高いファッションで男性に声をかけ、客が見つかるまでぐるぐるホテルの中を歩き回っていることから、競馬用のパドックと揶揄されておりました。 若い女性が昼夜を問わず、客引きをさせられているその背景には、裏組織の過酷な監視があると聞きました。若い女性がカジノとセットになった商品として、使い捨てされているという現実も見てまいりました。カジノの闇はむしろ地域を閉塞に追い込むのではないでしょうか。これまでカジノの現場を見てきた立場で、さまざまな問題点を挙げてまいりましたが、 この問題は、私が今、この手元に持っておりますが、沢木幸太郎さんの波の音が消えるまでという、この本の中に、克明に綴られております、石井大臣、カジノを解禁する前に、ぜひご一読していただきますようにお勧めをしたいと思います、えー。沖縄は基地で経済が成り立っているとまで言われてまいりましたが、決してそうではありません。沖縄の観光収入は毎年 増え続けておりますしむしろ基地が経済の阻害要因となっております沖縄の観光はハワイがお手本だというふうに言ってきておりますハワイはカジノを導入しておりません地元の自然を壊すことなく豊かに育て伝統に培われた芸能や文化独自の魅力を持っております食文化を素材とすれば観光資源は私たちの足元に限りなく広がっております これこそがまさに外国からのお客様をもてなすことであって決してギャンブルで外国の方々を呼び込むことではないということを強く申し上げまして私の質問を終わりたいと思いますありがとうございましたえ本日の質疑はこの程度にとどめます参考人の出席要求に関する件についてお分かりをいたします 特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんかご意議ないと認めます。なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんかご意ないと認め、採用を決定いたします本日はこれにて散会をいたします。